はいどうも、たかんです。今回はですね、ビジュアル系黄金期解説ということでね、やっていきたいと思います。はい、みんな大好きビジュアル系、通称 VK なんて、ね、呼ばれておりますけれどもね、今も昔もこのね、現代2022年に、至るまでですね、非常に長いスパン愛されてきているこのビジュアル系というシーンね、ありますけれどもね、今は昔ね、昔もですね、その黄金期と呼ばれる、まあ人それぞれ黄金期違いますけれども、今回はですね、一つのスポットをくり抜いて、あの時があったからね、あのこの今に至るまでのビジュアル系最高なんだというところね、お話をねしていこうと思います。じゃあ具体的に今回はいつの話をするんだと、 VK の黄金期ってお前いつなんだというとですね、これがですね、1996年から1999年あたりの音楽シーンですね、含めてですね、ビジュアル系のこの黄金期の中で今回98年にスポットを当ててお話をしていこうと思います。今に至るまでのね、ビジュアル系というのがどのような、歴史を乗り越えてきたのか、でそこを紐解く上で重要な1998年のビジュアル系のシーン、ここをですね今回楽しんでいただければと思いますので、ぜひね、その98年当時のビジュアル系黄金期と呼ばれたあの時を知らない人からですね、もう真っ只中でね、もう前線で戦ってきたファンの皆さんね、思い出していただく意味でもですね、どちらにとってもですね、非常に大切な、面白い動画を目指していきますのでね、今日も最後までご視聴お願いしたいと思います。ではですね、ビジュアル系黄金期解説ということでやっていきたいと思いますけども、じゃあなぜ今回高野がですね、この98年を黄金期と捉えたのかというと、これがですね、日本の音楽シーンがですね、そもそもここドンピシャ、ものすごい盛り上がっていた時期だからです。はい、もっと言うとこの時期に、ビジュアル系がいたからこそですね、今に至るまでビジュアル系っていうのはですね、進化の歴史をたどることができたと言っても過言ではない。この90年代後半ね、何が起きていたのかというとですね、テレビと CD です。はい、この二つがですね、この音楽、そしてビジュアル系を盛り上げる大きな大きな要因になっていたんですね。はい。つまり、テレビ、ね、今はもうネットだ、何やらかんや SNS だ、いろいろありますけれども、当時はですね、基本的に情報は、皆さんテレビを見ていました。しかも、民放各社、ね、その、地デジのね、その地上波のみですよ。はい。なので、何個ですか ?7個のチャンネルの中だけの情報で、我々はですね、そのエンターテインメントをほぼほぼ楽しんでいたと言っても過言ではない。はい。だからもう翌日にね、あのテレビを見てなかったらもう学校でね、話す話題についていけないぐらいね、今こう多種多様なね、アマプラみたいにね、アベマみたいにね、YouTube みたいにテレビみたいにとかではなく、もうテレビっていう情報の中で生きてきた我々ですね。で、その中で CD、ね、その既読媒体ですね、CD もですね、今はこの、それこそ YouTube で聞くだ、Spotify がどうこうではなくて CD、 音楽が CD で聞くものっていう時代がこの90年代後半ということで、テレビに出ているアーティストの CD を買いに行く、ほぼほぼこれなんですね。だからこそめちゃめちゃこのファン同士がね、音楽リスナーがですね、白熱した時代というふうにも取れるんですね。はい、まずこの情報ね、こうテレビに出たらもう一発逆転だっていうアーティスト、そしてもう見える化です。 CD が何枚売れたっていうところで、あのバンドにもこのバンドの方が上だみたいな、もうオリコンっていうね、そのチャートのランキングっていうのもテレビで放送されていましたから、 CD の枚数をね、このランキング形式にして毎週お届けするという、そういったもう戦国時代でしたから、まあビジュアル系に、以外のね、アーティストもですね、もう本当日本の音楽業界はもうこの時にめちゃめちゃ白熱した、今とはまた違うですね、争いというかね、そういったのをこうリスナーが楽しむという、状況ができていました。はい、そこでポイントとなってくるのが今日お伝えする98年、恐ろしいことになっていたということですね。まずビジュアル系のこの98年当時のですね、初頭の1月時点のですね、勢力図っていうのをですね、まず初めに、おさらいしていきたいと思います。まずですね、90年代前後に生まれましたこのビジュアル系というシーンを作った、言葉を作ったというところでおなじみのですね、X ね、当時 X ジャパンね、X ジャパンはどうなっていたかというとですね、97年、その前、1年前の年の12月31日になんと、
バンド解散していたんですね。はい。これが後にですね、ボーカルのトシさんが、新興宗教にね、その取り込まれてしまっていて、まあ、洗脳があったというところで、まあ、これが、原因のね、大きな部分を占めていたというのが後にわかるんですけれども、この時はですね、まあ、いろいろあって、XJAPAN解散ということで、ビジュアル系という言葉を作った大元のバンドがいなくなったという、ね、そういったこう、ものすごいビジュアル系にとってはですね、大きな歴史の中のターニングポイントとなる、タイミングだったというところですね。はい。そして、ルナシー、ね、ルナシーもその XJAPAN のその直系のね、音とむみたいなもんですね。もう中堅クラスになっていました。ルナシーはですね、97年からですね、活動休止ということで、おのおのがソロデビューをしたりとかっていうところで、ボーカルの龍一がですね、川村龍一として、97年当時にね、ものすごい大ヒットを生んだりして、ソロでもすごいね、バンドもすごかったのに、ソロでもすごいっていうところがあった後にですね、97年の12月にですね、活動再開します。セット。活動再開しませんと。いうところでですね、またルナシー来るぜっていうところのタイミングです。はい。そして、そこを追いかける新興勢力がですね、グレイ、ラルクですね。はい。まずグレイがですね、94年にメジャーデビューしました。それこそですね、XJAPAN 率いるヨシキさん。ヨシキさんが作ったエクスタシーレコードからですね、CD デビューをして、そこから94年にメジャーデビューをしたグレイはですね、前の年97年にですね、唇というシングルがですね、もう90万枚を超える大ヒットということで、ね、しかもそのグレイのキャリアからしてもですね、初めての、オリコン1位ということでですね、もうイケイケ中のイケイケグレイ。グレイがもうここ98年完全に97年からの勢いそのままにですね、このまま天下取りに行くぞというところをですね、グッと後ろから来たのがラルクアンフェアですね。ラルクです。はい。我らがラルク、私ドエルなんですが、ラルクアンシェルがですね、97年、前の年の2月にですね、ドラマーの方のですね、脱退とかですね、いろいろなトラブルがありまして、これどうなんだと、片やグレイが言ってるというところにですね、もう X は解散、ルナシーも活動中止、ラルクも、活動中止というところで、ラルクはここ、ま、ここで終わらせるわけにはいかないということでですね、新しいドラマを、加えてですね、今に至る、ね、メンバーを揃えてですね、98年の1月に、1月1日にね、新メンバー入れて、もう一度、ラルクぶつけに行くぞ、98年、最近の年にするぞっていうところで、行くと。そういう98年、前の年の大きい解散とか休止とか、その中でグレイの躍動とか、そしてさらに下のですね、その新しいビジュアル系のバンドがボコボコ生まれているっていう状態で、さあ98年どうなるっていうところで、一斉にスタートします。はい。まずはですね、一番最初スタートを切ったのは、なんと、ペニシリンです。はい。ペニシリン。いきなり医学用語と見せかけて、これビジュアル系ですね。ビジュアル系バンド、ペニシリン。ゴリッゴリのね、VK ということで、なんとこれがですね、VK。この時はですね、先ほど言ったテレビがものすごい優勢してますから、テレビのタイアップ取ったらもうめっちゃ売れるぜというタイミングでですね、ペニシリンというビジュアル系バンドがですね、ロマンス。この曲を引っ提げてですね、1月に、すごいよ。マサルさんっていうですね、アニメが、深夜のアニメがあるんですけども、ここの、オープニングでね、このロマンスが使われて、これが爆発しまして、で、これが1月ということで、ここからね、もうの、ビジュアル系ののろし、98でもビジュアル系、シーンとしても、この、その、界隈としてもね、行きますよという大きいのろしを上げます。はい。そこでですね、ラルク・アンシエル、先ほどのラルク・アンシエルが1月1日に新ドラマ、ユキヒロさんを加えて、さあ、98年行きますよということで、もうスタートダッシュをぶちかまします。1月28日にですね、シングル、ウィンター・フォール。これがですね、なんと80万枚を超える大ヒットということでね、去年のグレイに続くね、98年一発目のラルク・アンシエルのシングル。これがですね、ラルクの中でも初のオリコン1位ということで、1年遅れで、ラルクも初のオリコン1位取りましたとね、グレイさん、一人勝ちはさせませんで、ということでね、ここはもうラルク、もう完全に確変入ります。はい、2月にですね、ハートという、新しくね、生まれ変わったラルクアンシエルでアルバムを出しまして、これが、なんと、後にミリオンヒットする、ね、ハートっていう大傑作のアルバムを出しまして、1月のシングル、2月のアルバム、そして3月もですね、アルバム出した直後に、シングル、ダイブトゥーブルーを出すという、もうラルク怒涛の、もうリリースラッシュでもってですね、もうめちゃめちゃテレビに出まくります。
そして私高野もですね、この3月にですね、ダイブトゥブルーの、そのテレビに出てるラルタナシエドを見てですね、完全にそこからもう二十何年ドエルの道を突き進むという、テレビの効果恐るべしという、ところですね、ラル君が怒涛のプロモーション活動で1月2月3月と、もうこれはもうスタートダッシュ完全に決めたラルカンシールということで、もうこれラルク98年一人勝ちなんじゃないかというタイミングでですね、ゆっくり現れたのがですね、グレイです。はい。いやいや、ラルクさんちょっと困りますよ、と。ごめんなさい、これちなみにここからめちゃめちゃこのバンドの擬人化が始まりますけれども、実際そんなことは言ってないでしょうし、そういうキャラでもないかもしれませんけど、今回面白おかしくね、やるためにやってきますけど、はい。で、グレイが4月に来ます。はい。ダルクちょっと一人勝ち甘い甘いというところでですね、グレイさんがですね、4月29日にですね、シングル2枚同時発売という。なんでそういうことなの？今、両 A 面とかね、もっと言うとその CD がね、もうほとんど売ってない状況ですから、まあ2曲同時に配信しますよとかありますけども、シングルを2枚同時に出します。1個の EP とかにできなかったのかなっていう感じなんですけども、ここでですね、4月29日に投下したのが誘惑、ソウルラブ、どちらもね、現代でも知らない人はいないぐらいの名曲ですけども、こちらを2枚同時に出しますね。プロモーション的にもすごいですね。いい曲かつ2枚同時だよっていうところの、何2枚同時っていうところでものすごい話題になります。しかもですね、どちらも後に100万枚行きまして、なんとですね、この誘惑に関しましては2週連続1位、もっと言うと、もっとやめます、これ最後に話しますけども、ものすごい連続でいろんな記録を打ち立てて、誘惑、ソウルラブがバコンきます。一気にグレイの快進撃が始まります。ラルクなめんじゃねえぞ、グレイ忘れてますよということでグレイさん来ます。はい。そして、97年の12月にですね、そろそろ活動再開しますよと言っていた大御所ルナシーさんもこの4月にやってきます。はい。ラルクを止めるべくやってくるんですね。はい。そんなことないかもしれませんけど、はい。グレイの1週前ですね、2週前かな、4月15日にですね、ストームというシングルを発売しまして、活動再開後の一発目のシングル、こちらオリコン1位しっかり取ります。はい。ルナシーまだまだ健在です。はい。しかもまあその前の年にね、龍一のね、川村龍一のアルバムがもう300万枚売れちゃったりして、もう何ならパワーアップしてもパンパンの状態でルナシーが戻ってきます。はい。まだまだ若いもんにはやらせないよっていうことでルナシー戻ってきます。で、その中で同じく4月、もう4月はもうものすごいことになってきます。はい。黒夢がね、マリアというね名曲を出したりとかっていうところで、もうものすごい、もう完全にヒットチャートのもう中心にビジュアル系のこう大御所のバンドがドカッといるような感じで、もうラルクの思い通りにはさせないぞというところでね、まとまってがっつりきます。はい。そしてそんなね、もうビジュアル系シーンがもう上半期大変なことになっているさなかですね、5月2日にですね、 XJAPAN のギタリストヒデさんがですね、急にですね、事故でもってですね、お亡くなりになってしまうんですね。ここでですね、ヒデさんが亡くなってしまうということで、もうビジュアル系のね、その当時からもうアイコン中のアイコンで、もうビジュアル系といえばヒデという人もね、今もいるぐらいですね、そのアイコン中のアイコンのヒデさんがですね、突如亡くなられるということで、もうビジュアル系シーンがですね、深い悲しみに包まれます。はい。で、もともと予定されていたシングルがですね、この5月に出ます。2日に亡くなられて、13日にピンクスパイア、そして27日にエバーフリーという曲が出てですね、ビジュアル系のね、一つのアイコンが失われたんだけれども、ここから、さらにね、このシーンの火を絶やしてはいけないという、逆にこう強い、ね、エールをヒデさんからもらって、この後の98年の怒涛の後半戦になだれ込んでくるわけです。はい。6月はですね、はい、そんな暗いムードをいやもう吹き飛ばすようにですね、なんと TM レボリューション西川貴教大先生がやってきます。はい。ホットリミットでやってきます。はい。当時高野少年、小学生の高野少年はですね、ホットリミットの意味が全く分からずにですね、ホットリミットなのかな、ホットリミットなのかなっていう、もう全く分からない状態で、あの謎のコスチュームだけが今でも脳裏に焼き付いてるホットリミットでですね、 TM レボリューションがもうガツンときます。もう夏をね、完全に盛り上げてきます。もうあの TM レボリューションさんに関してはですね、果たしてこれスタートの段階からビジュアル系なのかどんなのか的な議論がありますけれども、
今回はビジュアル系のね、この戦国の中にね、入れさせていただきたいと思います。はい。そう、で、テームレボリューションさんが来まして、7月。はい。ここからです。ここから怒涛の、完全も血で血を洗うですね、戦いがやってきます。はい。1、2、3月、ラルク・アンシエルさんががっつりやりまして、4月にね、グレイ・ルナシーたちがですね、舐めんじゃねえぞと、ラルク一人勝ちダメだぞと、言ってこう、ぐっとね、来ましたけれども、そこでですね、ラルクさん、もう一度、かましに来ます。はい。いやいや、そんなこと言っても、98年の俺たちは、止められませんぞと。いうことでですね、7月の8日です。はい。いきなり7月上旬から、かましに来ます。ラルカンシエルさんがなんと、グレイさん、2枚同時シングルリリース、あれはすごかったですねと。こちらは今度じゃあ、3枚同時で やらせていただきますということで、もう何と戦ってんだかもうわからない状態になるんですけども、これね、ラルカンシエルのメンバーが言ったわけではなくて、その、外部からね、3枚同時はどうだいと。いうところでね、お声がかかったそうなんですけども、逆に一周回ってもバカっぽくていいなというところで、3枚同時シングルというところでですね、なんと、ハニー、仮装、新色、3枚シングル同時で出すという、もうこれ以上ないぐらいのセンセーションなんですね、プロモーションをやりまして、しかも曲がいいということで、ハニーがですね、100万枚を超えるミリオンヒットをかますと、まあ、仮装も後にね、100万枚超える、もう3曲中2曲が、後にミリオンに行くみたいな。感じでですね、もうものすごい、ラルカンシエル、もう一度、98年は俺たちだ、ということでやっていきます。そこで、分かってたんですね。ラルク、もう一回来るだろうということは、もう織り込み済みだぞ、というところでですね、グレイさんが、もうシングルはいい。もう勝手にも3枚でも4枚でも出しときな、ということで、俺たちはもう渾身のアルバム、98年を象徴するアルバムを俺たちが作るんだ、ということでですね、7月の29日にですね、ピュアソウルという、名盤を投下します。これが後に200万枚を超える大ヒット。恐ろしいことになります。はい。ピュアソウルをぶちかまします。はい。黙ってなかったのがルナシーですね。やっぱりルナシー、追随してきます。はい。復活後、活動再開後のですね、一発目のアルバム、シャイン。こちらをですね、7月23日に出しまして、こちらも100万枚を超える大ヒット、名盤と。いうことで、ルナシーも黙ってねえぞということで、もう怒涛の、もう我々ビジュアル系ファンはですね、もうクラクラですね、もうどの CU、もう小中高校生はですね、もう泣けなしのお小遣いはもうどれに積み込んでいいかもうわからんという、状況の中ですね、もうシングル、アルバム、ビデオ、では飽き足らずですね、ここから怒涛のですね、ライブ合戦に行きます。東京ドームだ、武道館だ、もう野外だということで、もう動員10万人、20万人も、恐ろしいことになります。もう規模感が大変なことになります。はい。後半、下半期はですね、ひたすらライブ、そしてテレビ、そしてライブパフォーマンスですね。先ほどの名曲たちをですね、ガンガン、ライブ、テレビで発表しまくります。そして、戦いの舞台は、大晦日12月31日までなだれ込みます。はい。12月31日。今はどうなってるのか分かりませんけれどもですね、当時はですね、レコード大賞っていうですね、その年の作品の良し悪しを決めるレコード大賞っていうテレビと、NHK でですね、紅白歌合戦、今もやってますね、紅白歌合戦でもって大団円を迎えると。で、ここで、その年を象徴するアーティストが呼ばれるという、表彰されるという、そういったこう祭りが行われていましたね。はい。そしてですね、まずは、12月31日、レコード大賞です。はい。我々もビジュアル系ファン、ね、ラルク・アンシエルファン、グレイファン、ルナシーファンたちはですね、固唾を飲んで見守るわけです。はい。この時はですね、今よりですね、その多様性っていうところよりかはですね、もっとこう、きつい感じ。特に我々小中学生からするとですね、この1000円で買えるシングルは1枚だけですから、ね、その、ラルクを買ったら必然的にグレイは買えなくなるんです。はい。むしろそれ以外にもですね、結構バチバチ、その数字が見える化されてますから、バチバチやってて、グレイ聞いてるやつはラルク絶対聞くねよとかね、そういった戦いもですね、地方で行われていたりしましたから、このレコード大賞にどうノミネートされるのかとかっていうのはですね、ものすごいね、翌年の、その学校が始まった時の大きなこうファン同士の戦いの大事な部分であるんですね。そしてこうレコード大賞、ノミネート作品が発表されます。優秀作品賞ですね。はい。まず、
グレイの、ソウルラブ。グレイファン、よし、1曲来たと。ソウルラブが優秀作品賞、ノミネートされたぞと。言うと、よっしゃーってやるわけですね。はい。そして、まだありますよーということね。はい。ノミネートしかいっぱいありますから。はい。ラルク・アンシエルのハニー、ラルク・アンシエル、来ましたーと。言うと、ガッツポーズなわけです。はい。ルナシンさん入ってませんでしたねー。みたいな感じでなってくるわけです。もう、みんながみんなそうじゃないですかね。はい。ルナシンをバカにするわけではございません。すいません。はい。グレイとラルクが優秀作品賞シングルで1曲ずつ選ばれたと。いうところで、はい、一生いっぱいなわけですね。でそのタイミングでベストアルバム賞にですね、グレイのピュアソウル、先ほどのピュアソウルが選ばれるんです。ラルクアルバム出してませんからね。グレイがここでガッ、やっぱりグレイなのかどうなんだっていうところで来ます。そしてそのままの勢いで紅白歌合戦にチャンネルを変えるんですね。そして紅白歌合戦、紅白歌合戦ですけどもね、ね、今はどうなるか分かりません。紅白ですからね、女性チーム、男性チームみたいな感じでこう歌い合いますけども、ビジュアル系界隈からしたらですね、もう白しかないんです。ね、男だけのもう血だらけの争いなんです。白白歌合戦なわけです。はい。もう出順ですね。誰が出んの？グレイが鳥なの？ラルクが鳥なの？ルナシーが鳥なの？どうなの？はい。なるべく後ろのいい感じの視聴率がいい感じの時に出てきてほしい、私の推しっていうところでですね、まず一発目に呼ばれたのがラルク・アンシェル。ラルク・アンシェル一発目か。でもハニー、素晴らしいパフォーマンス、ありがとう、ね、やっぱ、98年ラルクを象徴する曲といえばハニーだということで、もう初出場よ、ラルク・アンシェル、おめでとう。ハニーで決めるわけです。はい。次に呼ばれるバンドは誰なの？ビジュアル系バンドは誰なの？ルナシーです。ルナシーもですね、初めての紅白ということで、はい、そして I for You というね、これまた名曲をですね、ルナシー初の、川村隆一さんね、その前の年に出てますけど、ルナシーとして初ということで、また素晴らしい、パフォーマンスをしてくれるということで、ルナシーも呼ばれた、ありがとう。そして3番目に呼ばれたのがグレイさんですね。そのちなみにそのラルクで女性でルナシーでまた行って三河健一挟んでの三河健一トゥーザグレイです。グレイがですね、誘惑をね、誘惑をパフォーマンスするということで、軍配はグレイだったのか。まあしょうがない、本当に素晴らしいシングルだ。もうてかもうやっぱり全部いい、全部知ってるよ、全部名曲だね、痛み分けだみたいな。やっぱでもこのトータルでビジュアル系がやっぱり勝ったぞという、ありがとうっていうところでね、大団円を迎えたかと思われば、その時にですね、はい、まだ一組残ってたんですね。はい、ラルクがやって、ルナシンがやって、グレイがやって、その後にですねパフォーマンスしたのがなんと TM レボリューションさんです。素晴らしい。西川さんが最後さらっていくという、そういったオチでもってですね、紅白、その98年が終わったというところで、そして舞台は99年になだれ込んでいくんですけどもね、ひとまず今日はそのバチバチの、98年を、お送りさせていただきました。どうだったでしょうかね、懐かしかったでしょうか、それともね、知らないことがたくさんあったかなと思いますけども、我々ね、その当時のリスナーはですね、こんな感じで日々もう出るシングル、出るアルバム、出るテレビ、出る雑誌みたいな感じで、もう朦朧としながらも、このビジュアル系界隈をもう全体をですね楽しみまくっていたというところでね、この時があったから今のね、いろんなバンドとか、いろんなレジェンドとかね、どのバンドもねまだ残ってますね、今日言ったバンドはね、があったということで、非常にね大切な98年だったんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はですね、ビジュアル系の黄金期解説98年編ということでやらせていただきました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。